皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はジャズダンス、バレエのアームス、ボディからつながってアームスを美しく出せる動き、練習ができる実践動画となっています。アームスの基礎ポジションを覚えたら、今度は振り付けなど実践で活かせるような動きも習得したいですよね。このボディアクション編では、体全体でアームスを捉えて美しくアームスを出すことを目指しています。一つ一つの基礎の動きは良くなっているんだけど、なんだか踊りが情熱的じゃないな、なんていう悩みをお持ちの方にもお役に立てる動画だと思います。せっかく美しいアームスを覚えたのであれば、さらに魅力的に磨いていきましょう。肩甲骨の利用や、さらにコントラクション、リリースなども利用して、ボディから動かす感覚をつかんでいきます。体重の移動なども身につくので、ダイナミックさを表現できるようにもなります。そしてボディとアームスがつながった表現ができれば、実は他のダンスジャンルにも活かせます。ぜひ何度も練習をしてイメージをつかんでくださいね。動きのパターンを練習できる実践編と、各部位のコツなど細かい部分をご紹介している解説編とご用意しています。ご自身の目的に合わせてご覧いただければ嬉しいです。アームスをより美しく見せていけるように、基礎から応用までいくつかの動画を作っています。必要な基礎のポジションが身につけられるポジション編、そして基礎から派生してよく使うアームスのムーブや手の表情などを応用したムーブ編、そして今回のボディアクション編では、全身表現まで考えたアームス作りができるメニューを組み込んでいます。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では、ダンスレクチャーはもちろん、ストレッチ、筋トレをはじめとした体の知識など、私生活にもお役に立つ動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、通知ボタンも押していただけたら幸いです。それではボディアクション実践編です。5、6、7、レッツゴー。それでは実践メニューの解説を行っていきます。まずはポージングと軌道に関して解説をしていきます。今回はアームスをボディから出していこうという動きになります。そして振り付けや実践でよく使われる動きをピックアップしています。パート1はコントラクション&リリースが入ってきます。コントラクションの形は、ぐーっと背中側が斜め上の方へ引っ張られて丸い動き、そしてリリースは反対側に開放した動きになります。最初は足を開いた状態でコントラクションから入ります。1、2、3、4、5、6、7、8、もう1、8、合計2、8を行います。パート2はコントラクション&リリースに足のステップが混ざります。左足から左右ドルルベになって戻ってきます。反対もあります。右左、そして戻ってくる。この間にコントラクションとリリースを入れてきます。カウントは1、2、3、4、5、6、7、8。これをもう1セットです。横向きでやってみましょう。ルルベアップになった時に、まっすぐ止まるのではなくて、後ろに引っ張ってオフバランスの形で戻ってくるようにステップしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。
パート3はリリースからダウン、そしてアンオーへつなげていきます。足を開いた状態からリリース状態、胸を開放した状態からそのまま面が地面の方へ向かっていきます。膝を曲げてコントラクションを一度通ってアンオーへつなげていく動きになります。カウントでやると 1,2,3,4、 すぐに5,6,7,8、 もう一度いきます。 1,2,3,4。 最後の4カウントは次の動きに向けて足を閉じておきましょう。パート4は今のパート3の動きに追加のアームスとステップが加わってきます。まずアームスの動きは胸の前から差し出して下へダウン、そしてまたリリース、横から下へダウンしてアンオーになります。足の動きは左足をまず前に出して右足を引き寄せてきます。そして右左とステップを踏んでそのまま起き上がります。これを右足から始まるバージョンも行います。カウントでやると合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8。 左足からスタートを1回、右足からスタートを1回、合計 2,8 になります。1点、ここのステップは前に落とした時に体重をこう乗せ替えるのではなくて、基本的には重心をずっと真ん中に置いた状態で足を跳ねるようにしてアームスを表現してください。パート5はサイドにアームスを出します。足を開いた状態から右へ左へ押し出すようにアームスを出していきます。この時に脇の空間を作ってそのまま滑らかに指先まで伝わっていくように押し出していきます。体重も右左と乗せて 1,2,3,4,5,6,7,8、 2カウントずつ右左とだん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 大きくなっていきます。パート6はコンビネーションになります。足を開いて今のパート5のサイドに腕を出すところありますね。ここから反対の手がついてきて伸びます。アロンジェ引っ張ります。そこから戻していきます。アンオーを通ってアラセゴンを通る、反対が大きく開いたら最後にぐーっとコントラクション、自分に巻き込むような形でコントラクションを入れてきます。今のが右から始まるワンセットです。カウントでいくと 1,2,3,4,5,6,7,8、 そして左も2セット行います。 1,2,3,4,5,6,7,8、 押し出してアロンジェ伸ばして解放、そしてもう一度反対で解放、ぐーっと自分の肘から巻き込むようにして7,8、解放しておしまいです。コンビネーションちょっと細かな動きがあるんですけど、基本の動きをマスターしていればアロンジェやアンオー、アラセゴを通ってくるので、ここを思い出しながらチャレンジしてみてください。以上でメニューの流れを終わりにします。皆さんお疲れ様でした。アームスボディアクション編、実践練習の方はいかがだったでしょうか。ボディからアームスが入っている感覚、少しずつつかめましたでしょうか。今回のメニューはアームスをボディから出していくという内容でしたね。簡単に復習していきます。コントラクション、リリースを利用したアームスの出し方、オフバランスを利用した形ではより腕を長く見せられます。サイドに出すときは脇の下に空間を作って出すようにします。動きの中に基本のポジションが入っていますので、基礎をしっかりと取り入れること、ボディアクションをあまり使わずにアームスだけで見せきる素晴らしさもありますが、より伸びやかに情熱的な動きをマスターするには、やはりボディからアームスが入っている感覚は大事です。使い分けることでより踊りが引き立つのではないのでしょうか。ボディアクションのコツ、各部位の意識など細かく解説している動画も別にご用意していますので、ぜひご覧ください。コントラクションについても細かく解説しています。今回のアームスシリーズでは、美しいアームスを目指すためぜひ取り組んでもらいたい練習メニューをご用意しています。絶対に役に立つ必要な基礎ポジションを覚えられるアームスポジション編、基礎から派生してよく使うアームスのムーブや手の表情などを応用したアームスムーブ編、それぞれに実践編、解説編とご用意していますので、ご自身に合ったメニューを選んで練習してください。また大前提として、アームスを行う時の立ち姿やジャズやバレエの基礎基盤となっているプリやルルベについて詳しく解説している動画もすでに公開済みです。アームス練習の意識をより高めるためにもぜひご活用ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では、皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながっていけるように動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンも押していただけたら幸いです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。
私の祖母は実は長いこと社交ダンスをやっていまして、子供の頃や20代の頃に何度か見に行ったことがあります。当時は綺麗だなとか華やかだなという感想が大きかったのですが、あのキレのある動きやしなやかさのコントラストって、アームスの動かし方やボディアクションの変化なんかもあったんじゃないかなと思っています。今でも様々なジャンルやいろんな人のダンスを見ていて、このボディアクションがあるかないかで見せ方や引き付け方が全然変わってくるなと思っています。華やかさだけではなくて重みとか深みのあるダンスになっていくんですよね。踊りのシルエットは必ず変えられます。追求していけば理想な形が必ず見えてきます。ぜひこの動画、反復練習にご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。